どうも、カズチャタです。久しぶりに商品紹介をしていきたいと思います。それが、こちら。ババーン！はい！燃える辛さで元気爆発！元気からドデカミー！イエーイ！はい、こちらね、朝日さんから出ております。7月の28日に、セブン&アイね、限定。まあ、要はセブンイレブン限定で、手に入ります。なので他のコンビニでは買えません。こんなドリンクはあっただろうか。いや、ない。ってことで、マジで、ガチでこれ、初見っていうか、初めてです。だから飲んだ人から聞くと、結構ね、辛いって言ってました。でね、ちょっとね、いつも通りね、こうね、どれだっけ？これ、辛みが強いので、小さなお子様や辛いものが苦手な方、まあ、十分ご注意ください。書いてあるんですよ。ちゃんとね、ペヤングと一緒みたいに。はい。なんで、本当に、ちょっとね、心配なんだけど、まあね、ドリンクなんでね、まだこう、すんなりいけるんじゃないかと思ってね、若干、期待はしておりますけども、まあ、どれだけね、辛いのか、ちょっとね、実証していきたいと思います。はい。早速、飲んでいこう。怖えよ、マジで。おぉ。ああ、でもなんかね、匂いは全然ドデカミンです。ドデカミン。普通のドデカミン。うん。本当に激辛なのかなっていう感じ。まあね、こっから本番ですよ。飲んでみないとわかんないからね。はい。じゃあちょっといただきます。うん。あ。でもあれだね。後から、あんまそこまでね、今辛くない。ああ。これ、大量に飲むとちょっと、あれだ、軽いやつだ。後からじわじわくるわ、これ。ね、飲んでみてください、マジ。動画じゃ伝わんない。確かにね、ここら辺から熱いんだよ。熱くてね、ちょっと辛いんだよ。うん。なんだろう。なんていうのかな。そんな、例えば、ペヤングで言ったら食べれないほどの辛さではない。全然飲めちゃう。なんかね、成分、カフェイン、アルギニン、アラニン、グリシン、ロイシン、イソロイシン、バリンとか。あれかな。香料。なんかそういう香辛料みたいなやつが入ってるのかな。なんていうかな、こう。痛くはない。舌が痛いとかそんなんじゃなくて、なんかこう、体から、芯から温まる感じ。わかるかな？伝わるかな？うわーとか、うわーってそんなんではない。ちょっとね、なんか想像してたよりか、全然飲めます。全然。で、僕はジュースとか普段ね、飲まないんで、ちょっと今日は残しますけど、これ別に辛いから残してるわけないからね。ちゃんと自己責任飲みますからね、全部ね。今はただ商品紹介、そして、ただ、軽く飲んでみただけなんで、はい。なんかね、でも、ざっくりした動画になっちゃったけど、なんだろう、この辺がちょっと、ちょっと辛いかなっていう感じ。スパイスな感じ。スパイシーな感じ。合ってるかな、この表現ね。わかんないけど、久々の商品紹介でめちゃめちゃ下手くそになってましたけど、近くに、ね、セブンイレブン、ある方は、ぜひ買ってみてください。あと、なんかね、CM かな、広告でなんか、ペコパがね、はい、ペコパがやってたんで、はい。気になるリンクはね、動画に貼っておくんで、そちらをチェックしてみてください。ほんとね、シュールでね、すいません、お粗末な動画で本当すいません。はい、申し訳ない。期待してた方、本当申し訳ありません。ごめんなさい。うまくレビューできませんでした。まあ、とりあえず一応、まあ、辛いのは辛かったです。はい。ということで、そうだな。まあ、ちょっとこれやっとくか、久しぶりに。本日もご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければ、いいね、グッドボタンお願いします。カズ社長はですね、インスタグラム、TikTok やってますんで、ぜひこちらのぜひこちらをチェックしてみてください。もう久々噛んでまったから。はい、ということで、今日もね、ありがとうございました、本当に。はい、またね、変わり種があれば、紹介していきたいと思いますんで、はい、何ヘラヘラ笑ってんだよ、俺いつも。はい、ということで、またお会いしましょう。またね、バイバーイ。すいません、本当に。